ってまいりました。ちょっと時間があるので、もう一試合やっていこうと思います。では、次の対戦は、J2 リーグ第36節、ザスパクサツ群馬対鹿児島ユナイテッド FC。今日はワントップに米澤選手。そして、そうだなぁ。あ、久しぶりですね。三宅選手が入ってきましたね。ユニフォームは大丈夫かな？まあ、黒白、青白みたいな感じでこれでいいと思います。じゃあ行きましょう。スペイン2部リーグ第36節、スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。この時間は群馬対鹿児島、こちらの一戦をお楽しみいただきます。さあ、コンディション、雨が落ちてきました。今日はその中でもナイトゲームになります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、米澤選手ね、まずスピードがありますので、見ていきましょう。スペイン2部リーグ抜け出しは見てみたいね。群馬対鹿児島、サイドを紹介です。向かって右側が鹿児島、左側が群馬となります。体の入れ方が中原、馬場選手、田辺、はい、鹿児島、青江戦での5試合を振り返りますと、いずれもまだ負けが決して、非常に優秀な成績です。田辺、藤沢、江田本、あ、これスペースできた、裏へ届くか、お、これいいですよ、スクイダンド、来た、クシュー、米澤選手、ナイスシュート。藤沢選手またアシストつきました、ね、北澤さん、これうまくしまし、ね、左サイドで躍動してるけど、いや、パスの受け方、もらう位置、砂森選手、今のはどれをとっても申し分ないですよね。ポジションうまくいってますね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。今シーズン7ゴール目となります。7ゴール目、落ち着いて決めていったね。枝本選手のサイドへのパスもすごい優しくてよかったよね。薩摩島美人が生えてます。この重要な試合でまず一歩をリードしています。アウェーで先制しましたけど、ホーム側のお客さんのパワーすごいですからね、はい、集中していってほしいですよね。マイク入ってるよね、大丈夫だね。内田、あ、痛い。群馬、先日行われた試合の采配ですが、北澤さん、正直どうご覧になりましたか？今のは痛そう。まあ、そうですね、あれは途中からディフェンスとの相性を減らしたのが良くなかったですよね。痛い、あの状況で内田を攻撃することはリスクが大きいですから、完全にそれが裏目に出てしまいましたよね。三宅選手、危ない、ルーズボール、危なかった。鹿児島、これは奪い返します。馬場、中原選手、鹿児島、この序盤に先制点を奪いリードする、幸先いい展開ですね。痛い、非常にいい立ち上がりですよね。先制点を取ることで余裕が生まれますからね。この後自分たちのサッカーをしやすくなりますよね。あー、ずれた、マジか。クリアです。通れば、さあ、つながるか、スルーパスを狙う、これはまずいね。チャンスになる、うわ、ナイス、藤原選手今の見せたの、え、これは旗が上がっています。これオフサイド、今のはかわいそうだね。前半17分です。青山、枝本、あー、ちょっと無理だったわ、ごめん。
さあカウンターを仕掛けます。わあ抜け出された。攻め込んでいきます。群馬入った。サイドに上げてます。助かった。上げてくる。キーパー弾く。素晴らしい。ババ。先月はチーム内でパスターゲットとしての回数が一番多いというデータが出ています。しゃれてるね。ババへ。枝元。サイドどうかな。無理か。田中がここしばらくは戦列を離れていましたが、今日はスターティングメンバー入りを果たしています。さあ左へ預けて仕掛けるタイミングを図る、ホゲッチ選手のプレッシャー素晴らしかった。さあサイドから藤沢はこの試合アシストを記録しています。今日もね、左サイドがいい感じで田辺ボールを回せてますね。中原どうするかな。ちょっと一回三宅選手に預けて交わせたと思ったけど渡辺縦へ送るグランダル。はい三宅選手センターに戻す。あーずれたか。サイドチェンジ、うんね、長いパスがつながります。ふわっと裏を狙う、うん、ここはナイスカット。ここは競り勝ちます。よしよしよし人が足りないです。鹿児島このファーストハーフ終盤までリードしつつ相手にほとんどシュートを打たせていないという状況です。ここまで打たせてないのは大きいですよね。枝元守備が機能してますよね。前半このまま終えてセカンドもう一度来た。オフサイドそもそもあっとオフサイドですか。そうだよねあギリギリだマジか。あれトラップできたかな。トラップ残り時間をどういう感じで戦っていけばいいんでしょうか。流れちゃうよね。もう前半はリスクを犯さず相手が前がかりになったらそこをつく形でいいんじゃないでしょうかね。はい分かりました。枝元対応します。ナイスディフェンス田辺米沢大きくサイドチェンジ。うわ大きく縦へ全然違うとこ出たさあカウンタースやばいな。藤原選手後ろからナイスキー。そしてこの藤原選手の殺人タックル後ろから完全にやりに行った。逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。ナイス大西選手ナイスキー。ナイスセーブ。田中でしたがここはしのぎます。シュート。ここはここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。いやー大西選手素晴らしかった。鹿児島先制してハーフを迎えました。選手たちの表情を見ていても前半は0対1で変わってきますよね。ただねいい流れであんまりゲームは良くないですよね。ゲーム内容はスペイン2部リーグ第36節群馬対鹿児島ちょっと相性が悪い感じで1点を先制して折り返します。回せないですね。後半ゲームはスタートしています。鹿児島 1-0 リードです。渡ります。さあどうするシュート。うわ田中崩したのにね。ボールを振ります。わわわわナイスナイス。ここはいいプレスで奪います。どうするどう。さあどこに出してくる。
マイナスクロス。このボールには合いません。裏へのスルーパス。うわうまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。2本連続かな、ポスト。今日は決まらないですね。平尾、鹿児島、ここ最近の5試合を見ますと失点が少なく守備が好調な印象を受けます。そうですね、確かに点取られてないんですけど。いいボールだ。岩上へのボール。ディフェンスをものともしません。ちょっと待って。よしよし、振り押しだった。ここまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。中原、どうする。あ、雨がちょっと田辺強くなってきたね。北沢さん、ここまでご覧になっていかがですか。鹿児島としてはもう1点取ってしまえば非常に楽になると思うんですけどね。いや、なかなか激しくなってきた。米沢、ダメ。田中、うわ、当たりが激しくなってきた。藤原、このボールをカットします。あ、ちょっと待ってください。一打、しばらくすると音がずれるんですよね。はい、 OK です。もう一つ前に行きたい。あ、これまずい、まずい、まずい。さあ、どうだ、チャンスを演出できるか。よし、さあ、サイドへのパスはババ OK。 いいプレッシャーです。中原、ちょっとね、一旦落ち着こう。枝本、藤沢、さあ、左サイドへ。前にね、ドリブルしなきゃ結構パスって通るんですよね。チャンスだ。ババへのボール、打った。うわあ、マジか。ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか。今のは非常に危険なシーンでした。いい位置で振りでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。ダメか。さあ、選手交代があるようです。さあ、残り15分。田中、おお、ナイス。ニウド、プレッシャー。ああ、いかん。これ1点もったいない。もう試合は決まってたようなもんなんですけどね。どう組み立てる。渡辺、縦へのボール。試合時間も残すところあとわずかとなりました。よしよしよし。このままいきますと優勝争いから陥落ということになります。群馬、さあ、選手の入れ替えが激しくなってきました。なるほど、上位陣の直接対決なんだね、これ実は。五稜、よしよし。鹿児島、リードは1点。このまま終われば勝ち点3を手にします。田辺、五稜、中原、危なかった。ちょっと田中、判断が遅かったです。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますね。まあ、まずい、やられた。どれか、もう一人、田中さん、
もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。やっぱ上位陣ということで気合の入り方が違う。鹿児島としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね。ここはタイミング、嘘でしょ。一打もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。ここで笛です。最後決めきれなかった。1対0けど鹿児島勝利です。勝利です。貴重な勝ち点3を得ました。ありがとうございました。前半のゴールがそのまま決勝点。ああ、怒ってる怒ってる。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。鹿児島としては結果としてうまく逃げ切った形になりましたね。ただ折り返した時点でまだ1点差でしたから、逃げ切ろうという意図はなかったと思いますよ。はい、ありがとうございます。そうっすね。さあ皆様、お別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。ありがとうございました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。スペイン2部リーグ第36節、鹿児島勝利して勝ち点3を手にしています。これね、これだよね。ポスト、そしてこの後もポストだよね。三宅選手かな、カットしたの。このシュートも、そしてこれは、あ、崩したやつだよね。シュートミス。まあディフェンス前にいたけどな。はい、サスパクサス群馬との対戦は0対1での勝利となりました。